はい、こんにちは、チャチャチャです。今回は TGS の情報まとめと新発表の予想をしたいと思います。 TGS とは東京ゲームショウの略称で、年に一度幕張メッセで開催されるゲームの総合展示会です。ゲーム業界のお祭りみたいなもので、ここでよく新作ゲームの発表とかがあるんですよね。今年は基本的にオンラインでの開催になってます。ただビジネスデーに関しては実際に行くこともできるみたいです。私はほぼ毎年ビジネスデーでお邪魔はしてるんですが、いや今年はどうしようかな、正直まだ迷ってます。ゲームショーの日取りは9月30日から10月の3日までです。カプコンさんの発表枠は初日9月30日の夜22時から22時50分までです。どのゲームの情報を出すかというのを発表している企業さんが多い中、実はカプコンさんまだ何のゲームの話をするかというのも現時点で未発表なんですよね。モンスターハンターライズの発表があるかどうかもまだ分かっていないという状況です。 TGS の情報に関しては以上です。ここからが予想です。あくまで予想なので全然全く外れる可能性も大いにあります。それだけご了承いただけると嬉しいです。私はなんですが、 TGS の前に任天堂ダイレクトがあると予想しています。任天堂ダイレクトとは YouTube などで視聴できる任天堂の大きな発表会で、大体なんですが2ヶ月から4ヶ月ぐらいのスパンで開催されています。で、最後の任天堂ダイレクトが今年の6月の16日に公表された任天堂ダイレクト E3 2021なんですよね。ポケモンダイレクトとかはちょいちょいあるんですけど、最後の任天堂ダイレクトからそろそろ3ヶ月が経とうとしています。つまり新しい任天堂ダイレクトが今すぐあってもおかしくない時期ではあるんです。私はこの任天堂ダイレクトでモンスターハンターライズの G 級相当または新作の発表があるんじゃないかなと睨んでおります。そう思う理由としましては、モンスターハンターライズの発売の初報が任天堂ダイレクトだったんですよね。2020年9月17日の任天堂ダイレクトミニ、こちらで発表されたんですが、当時はモンハンダイレクトだとか言われてめちゃめちゃ盛り上がってました。なので G 級相当が来るとすると、任天堂ダイレクトで処方があるというのが自然かなと考えております。普通に TGS で発表される可能性も十分ありますけどね。何にせよ G 級または新作の発表が今月中に来るんじゃないかなと私は結構期待しています。今月中に G 級相当の作品または新作の発表があると予想する理由、これが2つあります。1つ目が今までのモンスターハンターの発売スパンです。過去作の発売スパンに関しましてはこちらをご覧ください。大体なんですが10ヶ月から1年半ぐらいで発売しているということがわかります。そう考えるとモンスターハンターライズ発売日が2021年の3月の26日なので、 G 級相当にあたる作品または新作が発売されると仮定すると、来年2022年の1月の26日から9月の26日に発売する可能性が高いと考えています。そうなると発売前に発表が必要ですよね。発表から発売までの期間、これね結構作品によってまちまちではあるんですが、ライズとかワールドアイスボーンに関しましては早くて1年遅くとも半年前までには発表はされているので、今月9月に発表すると来年の3月から9月の間に発売するっていうのが結構自然になると思います。ただこの説だとギリギリ3月までは発表が伸ばせちゃうので、今月発表する理由としましてはちょっと弱いかなと思ってます。そして2つ目、これがね結構強い理由で、これね私何回も言ってるので毎回私の動画を見てくださってる方は耳にタコができてると思いますが、モンスターハンターライズのパソコン版スチーム版の発売が2022年の初頭なんですよ。これまだ詳しい値段やタイトル発表されていないんです。2022年の初頭に発売されるということは去年あたりから発表はあるんですけど、未だに詳しい値段やタイトルもまだ発表されてないんです。モンスターハンターライズ公式サイトにもスチーム版2022年初頭発売予定、
価格や商品ラインナップなどは後日発表予定とあります。これね、本当にずっと言ってて恐縮なんですが、スチーム版のモンスターハンターライズは最初からモンスターハンターライズ G として発売するんじゃないかなと結構思っちゃってます。初頭っていうのはギリギリ3月も含まれますよね。なので3月までにモンスターハンターライズ G 級相当を発売するのであれば、今月までに発表が必要なんじゃないかなと私は思っております。理由は以上です。繰り返しますが、今月に発表があるかどうかはあくまで予想なんで、期待はそこそこでお願いします。任天堂ダイレクトがない可能性もありますし、 TGS でモンスターハンターライズの発表が何もないという可能性も十分あります。 G 級が来ず新作に移るという可能性もありますので、何にも読めません。真実はカプコンさんのみぞ知ることなので、あまり期待はしすぎず、のんびりと新情報を待ちたいなと思っております。ちなみに E カプコンで TGS2021 オンラインスペシャルストアが発表されています。これ何かというと、 TGS の記念グッズを集めたオンラインショップです。 TGS 限定のモンハングッズがたくさんあります。話題なのはフルフルの寝袋とかジャージーとかT シャツとかです。私はこの柔らか服づくクッションと日の絵美のこけしを買いました。フルフルの寝袋は買っても多分使わないなと思ったんで悩んだんですけどやめました。あとね、 T シャツとかパーカーもめっちゃかっこいいんですけど、買うかどうかめちゃくちゃ悩んだんですよね。というのも、まだ開けてすらいないモンハン T シャツとかモンハンパーカーとかが家にいっぱいあるんですよ。積みゲーならぬ積みティーです。ただ最近気づいたのが、黒色のものをほぼ外で着用しないので、 T シャツもパーカーも黒がずっと開封されないんですよね。ほんと配信ぐらいでしか黒着ないんですよ。なので今回はパーカーは買いませんでした。 T シャツはね、悩んで愉快なハンターを1枚だけ買いました。積みティーがまた増えますが、何年後か後にまた着用しようかなと思います。ということで今回は TGS の情報まとめと新発表の予想でした。最後までご視聴誠にありがとうございます。また新しい情報が出ましたら動画でまとめて投稿しますので、今回の動画良かったよって方は高評価ボタンのポチをお願いします。また新しい情報が出次第動画でまとめて投稿しますので、チャンネル登録もお願いします。またねー。